Mega Dimension Neptunia V2! いつからだろう、この身とこの世界が妄想の渦に飲み込まれてしまったのは、いや、飲み込まれたんじゃない、俺自身が妄想の渦へとこの身を投げ出したんだ。でも妄想の渦は俺が思う以上に激しく、そして深く俺を飲み込んでいった。どうすれば俺はこの終わりのない妄想の渦から逃れることができるのだろうか。誰か俺に教えてくれ。誰でもいい、俺を救ってくれ。ゼロ次元ゲームネプテューヌ Z。ゲーム業界、そこは4人の守護女神が国を守護する、現実とは異なる次元に広がる世界、女神パープルハートの守護する国、プラネテューヌ。女神ブラックハートの守護する国、ラステーション。女神ホワイトハートの守護する国、ルイ。女神グリーンハートの守護する国、かつては犯罪神や太古の国タリの女神といった脅威にさらされたもの。4人の女神たちにより世界の平和は長く保たれていた。しかし守護女神の転換期を迎えることにより、長く続いた4人の女神が守護する時代が、やっぱり暖かい太陽の日差しの下でする昼寝は最高だね。なんか物騒な夢を見た気がしないでもないけど。硬いものがコンクリートの地面に落ちたような音だったけど、確か音はあっちの方からだったよね。ちょっと見てこようかな。そんなわけでやってきました、人気のない路地裏。でもここって昼間でも日陰でちょっと不気味で苦手なんだよね。誰でもいい、
次元を助けてくれ。もしもし、誰かいるの？おかしいな。確かにこの辺りから聞こえたと思ったんだけど。で、あれ？なんか落ちてる。これはゲーム機。でもどこのメーカーだろう。真っ白なボディに渦巻きマーク。ゲーム機ソムリエの私でも見たことないよ。この辺りには誰もいないみたいだし、まだじゃ、じゃなくって教会で預かるべきだよね。ネプギア、見て見て、ゲーム機拾っちゃった。おかえり、お姉ちゃん。この子はネプギア。見た目はこんなんだけど、私の妹で、この国プラネテューヌの女神候補生なんだ。ネプテューヌさん、今までどこを遊び歩いていたんですか。今日という今日は許しませんよ。イーズンだ。この小さい妖精みたいなのはイースンことイストワール。プラネテューヌの初代女神様がこの国の歴史を記録するために作った人工生命体で、この国の教祖をしているんだ。黙っていれば可愛いんだけど、口を開けば仕事仕事仕事って、まさに仕事の鬼で、見た目にうなず口うるさいのがたまに傷なんだ。いいですか、ネプテューヌさん、何度も言いますが、ゲーム業界は守護女神の転換期の真っ只中なんです。転換期？転換期ってなんだっけ。あれだけ説明してたのに。いいですか、もう一度説明するのでよく聞いてくださいね。守護女神の転換期とは、そのままの意味で、人々が今まで守護していた女神ではなく、新しい女神を求めるようになる時期のことです。その背景から、この時期は決まって女神様に対するネガティブな噂やデマなどが出回りやすいんです。現に他の国の女神様たちは専門の対策チームを作って動いているという話です。私は大丈夫だって。なんて言ったって、ありのままの姿が国民には受け入れられてるからね。それにまともに対策チーム作ってるのってノワールぐらいじゃないかな。ベールはネトゲのイベント、ブランは新人賞が近いって言ってたし。どうして女神様たちは揃いも揃って危機感が足りないのでしょうか。ちょっと、私までネプテューヌと一緒にしないでよね。あ、ちなみにこの子はノワール。お隣の国ラステーションの守護女神で、友達がいないぼっちなんだ。見てみないとわからないかな。ちょっと調べさせてもらってもいいかな。仕方ありません、今回私が何とかするしかありませんね。誰でもいい、俺たちを助けてくれ。あれ、お姉ちゃん何か聞こえるよ。本当だ。でも一体どこから。多分このゲーム機からじゃないかな。あっ、ちょ、何これ、一体何事。なんで私たち部屋の中で飲み込まれてるの。どうしよう、お姉ちゃん、この渦から抜け出せない。